おう、兄弟。おう。例のあれ、持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして、36発発射できる。36発か。相手は上野義治と、その場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して、何のつもりなんすか。柴田。単刀直入に言います。今日の上野義治の襲撃、真島さん、行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日、出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲う。そういう計画ですよね。実はあの計画、ちょっと問題がありましてね。予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば、堂島組長、いや島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅんか。このまま見殺しにせえっちゅんか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないのもとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか。それじゃ仕方ありませんね。おい、柴田。失望したで、真島。島野の親父。極道にとって親の命令は絶対。お前やったらそんくらい分かっとると思っとったがな。親父、兄弟は冴島はどうなったんですか。教えてください、親父。道を外した極道の行き着く先がこの穴蔵や。あ、親父。安心せえ、別に殺しはせん。せやけど、ここにぶち込まれた奴はみんな殺してくれって泣いて頼むわ。なんでやろな。親父、兄弟は教えてください、親父。